初めは緊張していて、うん、あんまり話せなかったけど、うん、だんだん利用者さんや、うん、職員さんたちとも話が行き合ったり、うんうん、たまにはちょっと悩みを持っとったりして、うん、一回、事務所のところで泣いたこともあります。おー、そうなんや。どうやって解決したんですか？それは職員さんに相談をして、うんうん、で、聞いてもらって、で、すっきりした。はい。よかったですね。うん、で、なんか、難しいなって思ったことある？事業者さんとの関わり方で、うん、その、うん、なんて言って、話の仕方とか、うん、対応とかがたまに分からなくなる時もある。そんな時はどうされます？職員さんに聞いて、うん、対応してもらったり、うん、職員さんが言ったことを自分で言ったりしてる。うんうん、これからなんかこんなことしたいなとか、なんか夢とか希望とかありますか？一人暮らしをしてみたい。うん、一人で暮らしてみて、うん、なんて言ったらいい、どう言ったらいい、自立して、うん、できてないところとかを直していきたい。うん、せっかく学校で学んだこと、挨拶であったりとか感謝の気持ちであったりということ、それからまあそういうところをですね、自分の力をですね、とにかく信じて、とにかくその続けて頑張ってほしいというふうなことがまず一番です。で、それと何かあったら必ずそのスタッフの方に相談するというところですね。黙って自分の中にこう溜めていってしまわないようにということだけはですね、ついついその真面目な子供なんでですね、自分でこうどうしようかどうしようかって悩んでしまうところあるんで、もう本当に困ったらすぐにそのスタッフの方にですね、相談できるようにしてほしいな、まあ、それが一つ願いですね。はい。